スポラディックイーソースポラディックイーソーとは、春から夏頃にかけて、主に昼間に、上空約 100km 付近に、局地的に突発的に発生する特殊な電離層で、ある。イースポの電子密度が極度に高い場合は、F 層でも反射できない、VHF 帯の電波をも反射するという特殊な、性質がある。VHF 以上の電波は、通常は、直接波ないし直接の反射波が届く。 近距離には強力に電波する。その電解強度は送信地点から受信地点間の距離が離れるにつれて弱くなるので見通し距離外の遠距離へは電波しない。この特性のため VHF、UHF 電波は通常近距離間の通信、放送に使われている。ところがスポラディックイーソーと呼ばれる。 極度に電子密度の高くなった特殊な電離層が発生すると VHF 帯の電波をも反射する。この特性のため通常は電離層を突き抜けてしまう VHF 電波がスポラディック E 層から反射されて地上に戻ってくるという異常電波現象が起こる。この現象を E スポと称してアマチュア無線等では通常は不可能な VHF 帯による 遠距離更新の機会として利用される。一方、テレビ放送、FM ラジオ放送等で、サービスエリア外の遠方のつぼねの放送が渾身する、市町村防災行政無線において、遠方の市町村のお知らせが広報されてしまうことがある、等のトラブルの原因にもなっている。なお、日本では主に初夏の時期に強い異常電波現象が見られる。イースポが発生すると、 通常は受信できない遠距離の VHF 放送や VHF 通信が突如として強力に受信される。日本の部分地域から全域、韓国、中国、ロシア、フィリピンなど、海外の周辺諸国や離島、地方のテレビや FM ラジオの電波が E スポで反射して強く受信される。FM ラ,ラジオ放送等に渾身することで音声の乱れが生じることがある。 日本国内では大変遠方のツボネが受信できたり、遠方のツボネの電波による渾身が起きたりする。例えば、関東地方では、九州や沖縄の FM 国内放送が突然、聞こえ出し、フェーディングを伴いながら、比較的短時間で受信されなくなる。かつては、テレビ放送においてもイースポ発生の影響で、地上アナログテレビ放送の1から3チャンネルに、渾身による画像や、 音声の乱れが生じることがあった。ただし現在では、地上デジタルテレビ放送が UHF 帯に移行し、アナログテレビ放送が2012年3月31日までに全て終了したため、日本国内テレビ放送においては、イースポ反射による渾身は解消された。トーンスケルチ機能を持たない場合、地方自治体の同方形防災無線設備を利用した。 地方自治体からのお知らせなどが、同じ周波数を使っている遠方の地方自治体の設備で受信され、全く関係ない土地のお知らせが流れることがある。アマチュア無線では 21MHz 帯、28MHz 帯、50MHz 帯の周波数の反射が顕著で、長距離の更新が可能となる。また、市民ラジオでは、出力 0.5W の省電力と、 小型ホイップアンテナの無線設備でありながらも、イースポ反射を利用した 1000km 以上の遠距離更新も可能となる。VHF 帯の電波の電離相反射波は通常、想定されていないため送信出力や割り当てなども、そのようになっていない。このため、イースポ反射波受信による渾身が発生し、業務無線関係者、放送関係者からはしばしば、厄介者とみなされる。一方、 アマチュア無線化 BCL 愛好者からはイースポはエキサイティングな自然現象と捉えられ大変に人気がある。電離層の反射状態を知るためには地上の2点間の通信状況を監視する他横軸に周波数、縦軸に高度、カラーコンターでエコー強度を示したイオノグラムの観測結果が利用されている。 これはレーダーを用いて地表から上空に電波を発射し、電離層で反射して地表面に戻ってくるまでの時間を測定し、電離層の高度と反射強度の検出結果をグラフ化したものである。E スポ発生時には高度 100km 付近において周波数軸に対し反射層が水平方向に直線で伸び、電波を強く反射する層がイオノグラムに現れる。イオノグラムは 観測地点のピンポイント情報しか得られないため、イースポの平面的地域分布情報は得られない。イースポの平面的な地域分布を可視化する手段のアイデアはある。高層大気の観測は日本国内の観測所でレーダーや電離層観測衛星により継続して行われている。イースポは弱く電離したものを含めると年間を通じて発生しているが、 VHF 電波を反射できるほど電子密度が極度に高くなるイースポに関しては季節的には5月中旬から8月上旬に発生頻度が高くなる。日間変化としては時間的に午前の11時から12時と午後の17時から18時頃が最も出現頻度が高い。また数日続けて同じ時刻近辺にイースポが出現しやすい傾向があるが 発生頻度は不規則である。イースポの発生頻度に地域的偏りがありその原因は不明であるが、地球上では日本付近において最も出現率が高いことが知られている。通常の電離層と比べると電子密度が極めて高いのがイースポの特徴で上空約1 0 0キロメートルで雲のような状態で分布し、高速で移動する。夜間に発生する。 VHF 帯の異常電波は E 層でファイと呼ばれる電離層構造ができるという説もある。ファイとは S 層内プラズマ中の不安定な構造が地磁気の磁力線に沿った延直方向に対して電子密度が高くなる脳体構造を言う。ファイは磁力線に直行の方向から入射する電波を強く広報、散乱し夏の夜半前にしばしば現れると言われている。 電離層の電子密度の変化は11年周期の太陽活動との相関が高いことが知られているが、イースポでは出現頻度や最大電子密度と太陽活動との関係はない。流星を起源とする金属イオンによって高い電子密度が保たれるため、流星群の出現と相関があるとする説や、逆に流星群の出現とは相関がないとする説や、 ある特定の気圧配置において出現しやすいとする説もあったが近代ではウィンドシアア理論このリンクは誤った理解による対流圏内現象をリンクしていますが本現象の説明理論ではありません出展した論文の文献はすべて削除されていましたによるスポラディックイーソーの生成過程説が有力視されていたしかしながら ウィンドシアー理論による高層大気の風が集積する場所にスポラディックイーソーが発生するとは限らないことからウィンドシアー理論だけではスポラディックイーソーの生成過程を説明できていない。ただしこれは1980年代の古い文献です。アマチュア無線化の間では雲がどんよりした蒸し暑い日に起きやすいとする科学的根拠を伴わない噂話し,しや 50メガヘルツ帯の異常電波の傾向について、戦後間もなくの非常に古い時代の栗山晴れ西の唱えたキングソロモンの法則が知られていた。この名称は、栗山のコールサインである J2KS、JA1KS にちなむものである。日本列島温暖前線が縦断した時、かつ雲が垂れ込めていると発生しやすいというものである。ただし、気象現象は、 大流圏内の活動であるにもかかわらず、なぜイーソーの高さにまで影響するのかといった因果関係を説明できる科学的根拠等は記載がなく、科学的立証のない無線雑誌の記事が噂として広がって定着した。これは経験則として長く根強く支持される経過をたどったが、あくまで一個人の仮説である。一方、VHF 帯の電波は、 大流圏内に形成される、ラジオダクトと呼ばれる経路が形成されることで、異常電波が起こることも知られている。VHF 電波の異常電波は、E ースポ、流星エコー、大流圏内、ラジオダクトによるものが知られている。E ースポによる最長の電波距離は 1500km 以内になる。一方、1500km を超える VHF の異常電波は、 複数のイースポの発生によるマルチホップ仮説が無線雑誌に書かれたが観測データ提示のない仮説に止まっていた。電離層の電子密度の高くなる現象は発達した F 層、中緯度の赤いオーロラ、赤道上空港高度の電離構造などが知られている。ありがとうございます。